皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はスキンケアを、私がやってるスキンケアを紹介していきたいと思います。何この手の動きはって感じだけどね、やっていきたいと思います。でですね、今日はねちょっと急ぎながらねやっていきたいと思います。でまずはね、お風呂入って髪乾かして歯磨きしてきた状態です。じゃあまずスキンケアのまず第1話、化粧水ですね。化粧水塗っていきます。これです。このね化粧水、敏感肌用しっとりタイプっていう、これを使ってます。今声変だったね。はい、ということでまず化粧水を塗り終わりました。ニキビがあったらニキビのクリームを塗るんだけど、あるね。最近ね、笑うとね、ほら涙袋が出てきたんです。なんかすごくない、なんか線出てきたが、ここのなんか、これはね、このおかげですよ。このワセリン様のおかげです。Google 先生に聞いたんだっけ。そう、Google パイセンに聞いたんすよ。あ、そうだ、Google パイセンだね。あのワセリンの使い方って調べたんだけど、そしたらね、まずまつげに塗ると伸びるらしい。あと鼻に塗ってラップするとイチゴ花が取れるらしい。あとこの涙袋にこう塗ってこうマッサージすると涙袋ができるらしい。とにかく涙袋は保湿するといいらしい。へえ。あとね、ウインクするとここの筋肉が鍛えられて涙袋がね自然にできるらしいよ。だから本当に涙袋のマッサージは小学生からずっとこう寝る前とかに鏡に向かってってやってれば涙袋ができると。そうなんだ、頑張って。私ウインクはやってないからね。マッサージだよ、私はマッサージは。ウインクしてないの。今みたいにウインクしてんのかと思った。怖っと思った。怖っ。してないしてない。私はねワセリン様があるから。でもさ、しーちゃん朝さ顔テカテカだよね、いつも。うん。この子のおかげの。しーちゃん朝めっちゃテカテカだもん。だからいつも塗りすぎじゃん。いや塗りすぎじゃないよ。どうなの？これはもう一緒にテカテカになるから。あ、そっか。みんな気をつけてくださいね。でさ、ちょっとさ、あるんだよねニキビが。塗ります。ちょっとね、カメラのね、カメラ越し、もうカメラが鏡だから、もう私にとって、ちょっとさ、ここに塗ってさ、もうないかなニキビ。あ、かっけ。これ効くんよ。このね、なんだっけ、ちょっとすいません、絞ってあんま汚いんですけど。本当の顔キモ。あのペアっていうね、ペアアクネクリームっていうね、このね、ちょっと読めないね。このクリーム超効くんよ。おすすめです。ニキビ治ります。おすすめです。あとはもうちょっと洗顔してる、洗顔して化粧水塗ってるの繰り返しで治ります。ニキビは辛いです。よし、次。本当はね、ハトムギのクリームを塗りたいんだけども、なんということでしょう、洗面台にあります。ということで出ましたよ、バセリンさん。こちらを使います。まずは口ですね。はい、聞こえてました。まずは口です。口に塗れたらこのね、涙袋にテッカテカにしていきます。ね、こうやってね塗ってね、こうすごいテカテカにしていくんだ。うん、ね、こうね、際をね塗ってるとね、あのね、まつげにもつく場合があるからね、それはそれでも一石二鳥だから。目には入らないようにしてください。私も一回入ったことある。
今何時？今ね、9時49分。オッケー。まだ大丈夫。ならこうね、マッサージをしていきます。もう、もう広げてって。うん。いや、まだまだよね、涙袋。うん。けど結構続けてたら、まだ私1年も続けてないんです、これ。最近始めたばっかでさ、多分3年ぐらい続けてればもう、バッチリよ。小学生からすることによって高校生とかも、ビューティフォーだから。ビューティフォーもう、高校生とか可愛くなってるから。目がね、大きくなってるから。ママすごいんですよ、涙袋、ほんと。うざっやめてよ、うざとか言うの。なんでなんか、とかやってるんだよ、うざすぎるでしょでも、ピコーンってもう、うざっ。羨ましいとか言ってるのに、うざっ。うざすぎるでしょ待って、うざっ。ほら、時間ないよ。やばい、うざうざうざ、待って待って。だからね、こう私はね、旅行してね、頑張ってるんだよ、これ。応援してるんだよ。なんで応援してるんだよ。けど私ちょっと髪がね、あさらさらだからね、いいよね。うざ。まあまあ、ここもね、あと何回かやって、結構グイグイする。ほんとね、小顔はね、朝にやってるの、私。あ、そうなんだ。夜はしてないかな。あ、夜は、寝る前に布団に入って目つぶってやってるの、こうやって。ベロ回し？ベロをこう。これを目つぶりながらやってるの。そう。20回、20回。で、逆も20回、20回。ほら、脇回しとかあるじゃん。でね、こっち側に回すか、こっち側に回すかで、合計80回やって寝ますね。で、朝はこれ20回ぐらいやって、ナイフヨンも10回ぐらいやって、ニベア様を忘れていましたね。これをね、使ってます。ソフトタイプ、これガチでいいよ。ん？これガチでいいよ。ガチでいい。これはガチでいい。あ、ソフトの方がおすすめなの？そう、ソフトの方が柔らかくて、そう、ニベア独特感がない、全く。匂いはニベアだけど、いいよ本当に。けど、あの匂いが嫌だって人は。ニベアも今匂い付きがあるから、それをお試しください。あるよね、今。昨日使ったよ、昨日。これこのね、ソフトのね、この匂い付き、スイートガーデニアの香りっていうね、このこれです。これね、いい匂いだよ、本当におすすめ。昨日も使った。あとね、あと化粧水とかこうつけるのがだるいって時はパックしてます。あ、ドンキで買ったやつを紹介してる。紹介した、両方とも多分紹介しましたね。このね、透明白肌とこのお米のやつ、私はどっちかというとこっちが好きです。これをして、あのこれ、あ、これパックの場合はこれしかしてません。あとパックと口して終わりです。これ楽、本当に。こちらを忘れのようで、これ本当にいいよ、この蜂蜜のやつ。私はこれ取らない派です。これが本当に良くて。けどね、この会社がね、新しくね、なんとかとコラボしたね、あのシャンプーとリンスとかあるらしいよ。どれ？ここの会、このこれを作った会社が。なんだっけ、忘れちゃった。けどそれもなんかめっちゃいい匂いで、これよりもいいとか、いいとかなんとか。どこに売ってるか分からんのよね、ネットかな、やっぱり買うとしたら。まあでもドラッグストアとかにあるかもしれないね。今度行ってみるか。最近行ってないもんね。そうなの、私最近あんまり見に行ってないもんね。
もう最近パパの使ってるの、パパが買ってきたやつ、あの安いやつね。あの2回の詰め替えバッグの巨大化で、はいはいはい、そういう時もあるよね。なんか買う時はちゃんと買うけど、そうそうそう、なくなってしばらくなんか行けなかったりいろいろあってね、そうするとなかなか買わなくなっちゃう。しかもそれをこれに入れたのパパ。あ、そうなんだ。この容器に入れたの。今度容器ごとまた買ったらいい。あ、そうだね、そうするか、うんうん、容器ごと買おう。そう、まだ容器がどんどん増えるけどね、うん、風呂場に。そしたら捨てればいいしね、なくなった時。はい、ということで終了です。はい、まあこれぐらいでしょ。はい、普通ですね。毎晩こんな感じですね。毎晩こんな感じですね。やばい、あと2分で10時になっちゃう。ブラックシンデレラが見てきますね、皆さん。おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。ゆる。センキューに終わっちゃって。ゆる。バイバーイ。バイバーイ。